どうもこんばんは、勝井助です。今日は2023年の4月4日の、夜です。ということで、早速ですね、こちらのイベントの方の、さんまやっていきたいと思います。まあ、さっきというか、まあ、ちょっと前に、やったばっかりですが、どんどんやっていきたいと思います。まあ、とにかくですね、この予選 A を、まあ、報酬、まあ、完全にゲットするまではですね、絶対にやりきろうかなと思っていますので、やっていきたいと思います。ということなんで、本1曲さあやっていきたいと思います。なんちゃなんですが、トンナンは両方欲しいで、ここらで、まあとりあえず3、まあそうですね、とりあえずピンズをちょっと捨てがちに進めていきます。一番最初に仕掛けるのは誰か、ちょっとチーピンが来たんで、チーピンはまあむしろちょっと取っておこうかなと。あ、トーンを泣かれましたね。さあこうなってくると、まあ想像積もったらもう一気に染め手に進めたいと思います。白が出れば、ちょっと微妙ですね。ただ急がないと、もう2フロ食らってます。あ、ペイはもう打ちましょう。さあ、まあ内手は来ないんですね。いや、これはいらないですよ。ということで、スーピンは安牌にもなりますんで、とりあえずそのまま取っておきたい。ただ積もが悪いですね。非常に積も悪い。あ、そっちか。あ危なかった。はい。まあまあ、しょうがないですね。あ、上がり牌が、端牌か。端牌ばっかりで上がりを取れば、ビンゴがあるという感じですが、まあでも、上がり優先ですから、まあ、端牌はちょっと意識しておきましょう。で、難は、おたかぜですね。はい、いらないです。難はおたかぜ。で、まあとりあえず、まあ、EP はいらないですね。編算品、編算品集めつつの、まあ、チートイもちょっと見ながら、あ、しまったな。まあしょうがない、A はしょうがない。さあここはですね、チートイよりもやっぱり横伸びを期待して、リャンウッソ、酸素、リーチか。まあ E ピンが通ればいいな。さあここで E ピン落とし、リャンピンまで落としていくパターンでいこう。多分想図だと思うんですよ。これ多分想図だと見ますので、いいそうか。まあ E ピンはとりあえず通る。そして、まあリャンピンもいけそうですね。さあそうなってくるともうないんですよね、特別なやつが。とりあえずちょっとソーズと見て、ピンズ落とす。いや、そうではないんですよ。いや、でもここまで来ると、イース落とすか。イース落として、サブローキューピンを積もってきたとしても、まあ、ローソー1枚落として、E1 はションパイというか、ああ、そっちか。いや、まあもういいんですよ、もういいです、いいです。ここはもう上がるつもりなし、上がるつもりがなくなりました。で結局その後何を言ってばいいのか。まあここはもう完全ベタ折りでいきましょう。めちゃくちゃ上がり早い持ってましたね。はい、ということでした。金マンか、でかいな。はい、点が割とフラットになりました。はい、シャーチャです。さあドラが多いんで、初を大事にしましょう。ただこれこうなってくると、まあペイはいいですよね。まあウーピンあたりがつくとしても、1,2,3、まあ、チートイの目を考えつつ、あ、チートイですね、これは。っていうことは、これは端牌を持っ
してきて、なんかペイかそのあたりを、あペイじゃない、シャーかハクとかを、リーチはしません。これはもう上がれれば上がるんですけど、いやこれはもうリーチですね。リーチします。はい、まあ跳ね間は確定ですので、リーチと123、リーチと123で、あら。ただこれはですね、もう上がれれば、まあちょっとしょうがないかな。ここはですね、もうしょうがないんですよ。勝負に行って負けてるんで、いや安かったから良かったとしましょう。バガすんの早いな。1,2,3,4,5,6,7種ですね。さてチュンがドラですからね、これもうバンバン叩いていきたいとこですね。ただトンとハツは一応これはいらないですが、チュンを叩きますが、あイーチか、イーチならもうこれはもう急速キルで、ここから追いつくのはもうほぼ不可能なので、とりあえず9番はい、ちょっと中断してました。あら、これで上がられたりしないですよね。危ない危ない。あ、危なかった、何も考えてなかったんで。いやー、しまったしまった、ちょっと操作ミスで、まずいな。ちょっとこれは諦めるような点差ではないんですけど、ちょっと連チャン食らってます。まずい。とにかくトップを狙うのが目的ですから、さあこれは止めていきますか。思いっきり止めた方が早いんですけど、ただ同金を持ってきたことによって、ちょっとあ、やっぱりそういう風につくんですよねってなってくると、パーソ、あ、これはいらないですね。ただイーソが来たんで、どこかを放たなきゃいけないんで、ここを放と。これでチュンを泣いてもいいですよという手前で、あー、ここ来たかってなってくると、チュンをもう外します。はい、これでイースーソー老朽、これでイースーソースーチーピン積もってきてのピンフですね。まあ、ナンはまあまあここで話すんですよ。はい、スーチーピン、これは一発はなくなったんですけど、これは出ますよ。まあ、リーピン、イーペーコー、まあ、取らわないんですが、まあ、積もれば満貫です。一体この点差がこの後どう変わっていくのか。はい、出ました。はい、まあ、裏が2枚乗ることはないと思うんですけど、裏が1枚です。はい、さあこれで直撃ですからね。はい、さあ親ですから、もうあとはもうそうですね、基本的にはあ、これはですね、役割落としていきます。これは手ができてるんで、役から落としていきましょう。はい、これでペンチーピン持ってきて、リーチか。いや、まだリーチはできないですね。これでいくと、スーピン、チーピン、サンストにウーソあたりが入ってくるといいですね。さあ、ウーソが入ってきましたんで、ここは、まあ、まあまあ、ちょっと微妙でしたけど、チーピンが来て、ウーピンが来たんで、これで3ピン落として、でサブロッキュースを拾ってきて、サブロッキュースを拾って、スーチーピンローピンの3面チャンリーチか。いや、こっちが来たか。いや、こっちじゃないんですよね。これダメです、これダメです。サブロッキュースを、はい、スーチー、いや、これはとりあえず、うわ、まずいまずい、これは言いそう。決まった。リャンウーありですよね。いや、今のはちょっと焦ってしまったな。いや、
今のはちょっと本当にしょぼい失敗でしたね。いやー、なんてこった。今のはちょっと本当に焦って間違ったパターンですね。マンガン直撃だったら、まあもうここはもう本一を狙うしかないですね。初本一ドラ1ですから可能性はありますんで、全然。そう、さっきのはちょっと本当失敗でしたね。ちょっと考えればうまくいったと思うんですけど。さあここはですね、トーンを先に行きます。ハクもこれはポンしましょう。もうこれは行かないと。さあこれで初を泣いて、あ、テンパイか。何待ちだこれ。ポンじゃなくて、これ何待ちだこれ。あ、サブローピンか。ただのサブローピン。サブローピンはありえますね、普通に。ただ初を泣いて、いや、これいいです。初を泣いて、そうですね、スーピン切り。初を泣いてスーピン切りです。それが理想。あ、ハスがドラになりましたね。これはちょっと満貫確定ですが、いや、終わりました。まあ2茶ですけどね、最後上がりたかったですね。残念。ちょっとこれは1回失敗したのが響いた感じですね。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。マイナスになってか。とりあえず、まあ経験値はたまりましたからね、まあ良しとしましょう。で、一応スコアの点数もちょっと上がりました。はい、なんか暫定がなんとかっていうのがちょっとよくわかんないんですが、はい、今回の獲得ポイントは280。あ、これで孔明の宅配系がもうちょっとで手に入る感じですね。はい、ということでもう一回いきます。もう一回。いやー、やっぱりトップを取りたいですね。トップのキャンペーンもやってるんで、トップを取らないと。まあでもこのイベントはやっぱ結構神イベントですね。自分にとってはいい感じのイベントでした。よろしくお願いします。はい、ということで10段と神竜の方が相手ですね。まあまあ相手は強いっていうのはもう分かったことなんで、っていうことはやっぱりなかなかトップは取れないですよね。まあなんちゃです。役配は全部役ですということなんで、まあここはちょっと E ピンから落とそう。 E ピン落として難が切れました。難落としで、これはもう速攻泣いてもいいかもしれないですね。初1枚切れました。トンも来ましたんで、ここはもう泣きましょう。ハクを落とします。 E ピンか。取っておこう。とりあえずはイースーと、あ、パスは来たんで、ここは2ピンを落とします。それでいてトンとチュンを泣いて、そうですね、まあ、チュンは泣いて E ピンを切ります。あとはもうスイタモン順ですね。まあ、数層積もってくるのを期待して、数ピン落としが、あ、というかまあ、普通に本一じゃないですか、これは。はい、はい、本一です。本一なんで、ファーストは泣きます。あ、テンパしましたね。これで、イースチーソ待ちですね。トンが来ても泣かないで、イースチーソ待ちで行きましょう。シュン、本一。まあ、そんなところですね。これ上がれるでしょう。この順目ですから。と言いたいんですけどね。あ、キューピンか。これは臭いけども行くしかない。まあそうなりますよね。まあそんなに高くないからよしとします。まあ今のはもう勝負行ってたんでしょうがない。さてここですよね。まあ、ここはまあ Q1 から落とすか。はい、Q1 から落として普通に真ん中の牌がいっぱいありますからね、真ん中に寄せていきましょう。
ウーピンが欲しいところですが、ペンチーソとウーピンが鍵ですね。ペイはもう鳴きます。ドラが来ましたんで、ペイを鳴いて、でパワーピンを積もってきての、まあ、ペンチーソ待ちか。嘘。じゃあもうペンチーソを外します。これでいて泣きはなくて、いや、ここでいって C ピン泣き、 C ピン、スーピンはもう泣き候補でいきます。で C ピン、C ピン泣くか、ちょっと微妙なんですが、あーローピンってなってくると、うわー、これはですね、まあいいか、もう現物の裾を落とします。ウーソーは怖いんですけど、いや、これもちょっと厳しいか。うん、ダメだ、ちょっと厳しい。サンズ落として、あー、ローピン来たから、ロース落とす。これでいて、あー、やっぱ3ピン、2ピンか。いいスーピンでしたね。まあちょっと今のはもう無理でした。はい、やっぱちょっと敵さんが強い感じになっています。ドラは2走、プレイヤーはシャーチャです。はい、とりあえずな、ドラがいっぱい来てますんで、これはハイパイはいいですね。ということで、これも頑張って真ん中を寄せていって勝ち切る感じですね。と思ったらいきなり仕掛けてきましたね。ただこれ手配は普通にいいので、まあ、全然まだ見込みあると思います。ハツはもういらないですね。ハツは落とします。さあ、これでパストとサブローキューピン、パストサブローキューピンで、あ、何ぞかリャンゾが来たんであればパーピン落とそう。これで、まあそうですね、パストサブローキューピンを狙いで行きたいとこですが、サブロー9ピンぐらい入りそうなんですけどね。いや、ここでちょっと急走とぞ。ピンズの伸びを期待します。パストがちょっともう薄いので、あ、そうなるかってなると、ちょっとアンパイを切ります。下茶も怪しいんで、あー、どうかな。まあ E1 は大丈夫でしょう。 E1 は何も大丈夫。ただこれはもう次がないんで、もう連動いくか。でこれでスッソ打てるか。スッソは打てるな。スッソは打てる。ウーパーソでキューピン入ってきたか。キューピン入ってきたんで、いやー、ちょっと微妙だな。もうこれはやんぞ落とそう。もう頑張ってもしょうがないんで、シャアはこれションパイか。あーと言ってももう別にあれがないんですよね。落ち着いてはいるんですけどね。持ったか。あー、ガリハイいっぱい持ってますね。はい、ということで、まあちょっと機会を待ちましょう。まだまだまだ逆転できる点数です。はい、シャアが2枚来たんで、まあこれはもうシャアで、まあ、ポコッと上がりたいところですね。まあシャアドラ1ぐらいで上がってしまいましょう。さあ、一応、あ、これでもうこの辺りを落とし切ってしまって、あ、リャンゾか。まあ、リャンゾはあれなんですが、動き出しましたね。ということで、イースーソーを引いて、まあこれパストもいらないですね。イースーソー、イースーソーサブローピンはいらない。イースーソサブローピンで、あー、下も
揃ってきたか。まあとりあえずちょっとチーピンは一応チーソー、あらあらー、あーダメか、もういつか、マンガン、うわきついな、これはちょっとサンチャが見えてきたぞ。いやこれだともうピンズで行くしかないですね。ちょっと大きい手を狙いましょう。ここであ、ドラを来ましたね。これは、うん、なんだこれ、か、あ、カンハイか。カンはちょっとしないぞ。カンとかいらないんですよ。まあカン、泣きなしとか、まあ、ペイ、とりあえずピンズの伸びに来たいですけども、とりあえずハクを泣きたい。ハクを泣いて、ハクを泣いて、そうですね、とりあえずパーピン、チーピン、キューピン、あ、ポン、とりあえずまあこういくしかないか。これで、あ、これ泣きますよ。これでまあ跳ねマン確定で3ピンか。3ピンいきますよ、普通に3ピン。これはこれカンとかできない、これ3ピンは出るやつなんですよね。いやいや、これはいらないです。これもいらないです。缶がちょっとややこしいけど、いらないんですよね。あ、リーチか。いらん、いらん。あと3ピンが出るのを待つのみで。はい、来ました。はい、パク本一ドラ4。1個ドラが足りないな。はい、とりあえずちょっと返しましたよ。あ、後輩パイ演出が来ましたね。さあこれでまたスッと上がってしまって、ちょっと点数をプラスにして最後上がりきるっていう、そういう手配でいきましょう。はい、イシャンテンです。これでブーティーとか入ってリーチ、ですね、これはもうこれでいきます。ペンチーソでいきます。ダブナン、リーチ、ダブナン、イペコ。さあこれでマンガンですが、ペンチーソ、これ多分下茶から出ると思うんですよね。あ、リーチか。リーチはちょっときついな。間違い悪いので非常にきつい。あ、来ましたよ。裏が乗れば、裏が2枚乗れば跳ねマンです。1枚、はい、マンガンでした。ということでトップが見えてきましたよ。さあここでもう1回、あ、いいハイパイじゃないですか。1,2,3,4,5,6,7、8種ですか。8種なんで、さあどうかな。とりあえずチャンタとかも考えつつ、いや、そんなことはもう考えなくていいですね。リャンシャンテンですが、泣きますよ、これは。あ、トーン引いてきたか。まあ、だからといって、遅くする必要ないんで、チュンが出たら即泣きです。あ、テイも来たか。まあ、これはですね、まあ、一応チートイのイーシャンテンなんですけど、はどうかな。本一行くか。あ、そっかそっか。いやいや、これはもうこっちで行きますよ。上がれそうなんで。チューンを泣いて数ピン、ポン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 。さあこれで数ピンを積もってきての、まあそれかチューンを泣いて、あ、そうきた。まあとりあえず6ピンを取ろう。あー、そうきた。
そう、来た。一発もか、本一。さあ、でかいな。さあ、オーラスです。これで、シャーチャー。ああ、また微妙な。どうしようかな。逆転手を狙うにしてはちょっと頑張らないと無理なんで、 1,2,3,4,5,6,7,8 いや、これはもう普通にちょっと頑張って上がって終わろうかな。まあ、あ、いや、これ本一いくか。本一狙おう。本一を狙います。これは両ピン落としてトンナンチュンを叩いての本一でいきましょう。それしかない。上手で行くしかないな。可能性は。わあ、ちょっと相撲悪い。いやいやいや、とりあえず泣けるやつはもうどんどん泣きますよ。ペイはいらん。いいです。出たらもう即泣きます。はい、これ泣きます。これ泣いてトンナン、もうこれはもう、ま、あ、泣いてきたか。ということはトンが出てくるよねということなんですよね。で、これでイスーソ直撃も、直撃ではもう勝てない。あ、ま、とりあえず来たんですけどね。これただの本一なんで、残念。あ、でもなんかビンゴがいっぱい揃いましたね。はい、ということで終わりました。まあ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 、それなりでしたね。とりあえずなんかマイナスではあるんですが、はい、プレイチケットが1個減りました。まあ、また2茶なんで一応プラスにはなりましたよと。で、ビンゴがなんか1,2,3 個来てるのか。ん？何でしょうか。金メダルを獲得しました。そして金箱、これも、ん？これは雪だるまの枠か。はい、枠をゲットしました。はい、3つ目の金箱です。トールシャツをゲットしました。なんかもうイベントのコラボのやつが来てるんで、なんかしょぼい当たりばっかりになってますね。まあ、それよりも報酬の方が大事。ああ、来ましたね。これで、孔明の宅配系をゲットしました。これ欲しかったんですよ、普通に、かなり。はい、ということで以上にしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。